さあということで、私今年3月ぐらいにヘルニアなりまして、で歩けなくなりまして、2週間ぐらいですね、ドラマの現場とか車椅子で行ってたりして、結構ですね運動できなくてですね、先生からもですね、余計な運動するのは絶対安静しろということで、撮影が終わった後はですね、ほとんどこうまああんまり歩かないでですね、自分のことすごく大事にしてたらですね、どん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 筋肉が衰えてしまいまして、でやっぱ50過ぎるとですね、筋肉が衰えるっていうのは本当にね、本当にこう致命的です。で昨日ですね、私久しぶりにペインクリニックに行って先生に相談したところですね、筋肉が落ちた筋肉がですね戻るまで5年かかるって言われまして、でそれどうしようかなと思って、本当にね自分ね今足細いんですよ。で歩けないんですよ今、ちゃんと今で昔ほどですね。なので今痛いとなると薬を飲んでたりですね、まあ今ちょっとオーバードース気味なんですけども、ちょっと体をなんとなくまたちょっと筋肉をつけたいなと。で昔ほどね激痛みたいなことは少し収まってきたので、昨日先生から許可が出たのがですね、水中ウォーキング OK、 それから、自転車 OK、それから、ゴルフスイング、50球まで OK みたいな、ことをいただいたんですけども、とにかくですね今足りないものとしてですね、私タンパク質だそうです。でタンパク質何が一番いいかって言って、でも上質なプロテインを飲むことが一番いいというふうに先生に言われました。で先生も割と体鍛える好きな先生で、何がいいですかって言ったらなんかいろんなメーカーのこと言ってくださいました。で僕ですね、ちょっと知り合いにですね、20年内のですね仲良しのスポーツトレーナー、パーソナルトレーナーのですね、足立ひかるという人間がおりまして、六本木の交差点のところでボディープラントというですね、パーソナルジムをやってる男がいまして、足立さんに相談しましたらですね、佐伯さん、なんと僕が今このプロテインをプロデュースしてると、しかもこれ書いてあります、若い体を作る40歳からのプロテインということで、やっぱりね40になると、40過ぎて50とかになるとですね、もう本当にタンパク質とかが本当にね取らないというか体に吸収されなくなってるそうですということで、彼に言われたのはですね、大体先生に言われたのはですね、1日、自分の体重の大体倍ぐらい、取った方がいいと、仮に60キロだとしたら120グラムのタンパク質を取った方がいいと、アスリートですけれども、なんで僕ぐらいのですね人間だったら1.2から 1.5 倍ぐらいは少なくとも取った方がいいというふうに言われました。ということでですね、こちらいただいた、これスーパーハイブリッドプロテインというですね、聞いたこともないんですが、私の知り合いがプロデュースしてるということで、これ飲んでみたいと思いますが、言われたのはですね、とにかくまずいそうです。でいろんなものにそのバニラとか甘さとかいろんなこう余計なものを一切排除してですね、とにかく効能にこだわった、お前はタンパク質を取りなさいというおじさんに対してだけ向けられた、この良質な、タンパク質、プロテインをですね、これから飲んでみたいと思いますが、とにかく余計なもの一切ないです。甘みもなければ風味もなければ匂いもないということで、さどんだけまずいのかこれから試してみたいと思います。こちらの容器にですね、およそ 300g の、水を入れます。200ですか、200ということは、私老眼でちょっとメモリがあんまりよく見えないんですけども、200ぐらいこれですね。でこちらにですね、およそ、スプーン、ちょ今ねスプーンないんですが、およそ、スプーン2杯のですね、ありました。スプーンありました。ありました。ですよねって聞かれましたけど。このですね、スプーン2杯、こちらの、2杯分のプロテインを、これ1杯分でいいですかね。ちょっと多いですか。これ1杯分と、じゃあ2杯目ちょっと少ない。これぐらいですかね、2杯分。これを、もうすっごいもうパラパラですけど、こちらを飲んでみたい。匂いはですね、何にもしません。何にもしないです、匂い。さあこちら1日2回これを飲んでくれという、そうすれば私のですね筋肉が、戻ってくるということで、こちら飲んでみたいと思います。どんだけまずいのか、
もういいかな。今ですね、9時半にやろうとしてまして、もうそろそろですね、お腹が空いてきた頃なんですが、先にこちらの方いただいてみたいと思います。あ、ダメだ、あのね、あーこれあのね、あちょっと、ま、あ匂い、あーほんと美味しくない、どうしよう。匂い何にもしないんですよ、匂い何にもしないんですけど、もう味がね、あーまずい、これを毎日飲むのか。あ、これなんだろう、あのね、なんだろう、雑巾絞ったような、なんだろう、なんかちょっと俺ね、比較的青汁とか平気なんですけど、本当にまずいっす、これ。あの鼻つば、あこれ続かないな。これあの今日ね、2袋いただいたんですよ。でなくなったら、あのいつでも言ってくださいって言われて、でこれをですね、僕あの、まあ、今日せっかくいただいたので、その効能含めて相談、あの皆さんにですね、ごめんなさい、宣伝をして、で興味あったらですね、こちらあのお買い求めいただこうかなとも思ってたんですが、これはですね、本当にまずい。あら。一応飲みましたけど、これね、本当にこれ毎日飲むかと思うと心配になります。僕のアップローチもびっくりしてますけども、とにかくこちら、体には良さそうです。だけど劇的にまずいです。こちらもしね、あの興味持ってお試しになりたい方はですね、私の方に、興味あったらお寄せいただければですね、どうやって手に入るのかお教えしますので、ご応募いただければというふうに思います。とにかくまずいです。その代わり体には効きそうです。以上、現場からのリポートでした。